はい、本日は4月30日日曜日です。今日もね、三崎漁港の方に見に来てますが、ちょっとお昼過ぎなんですけど、かなりね風が強いですね。浅間の方はね少し出れたみたいなんですけど、もう昼前ぐらいから少し風が強くなってきて、今かなりねちょっとね沖の方も白波が立ってるような感じなんでね、ちょっと明日の水揚げは厳しいかなっていう感じです。まあ少しはあるんでしょうけどね、どうでしょうか、わかりません。はい、おはようございます。5月1日月曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね昨日やっぱりね風が強かったんでね、まああまり出れてないかなっていう感じですね。いやー、今週はね祭日がありますんでね、今日と明日できればね水揚げが欲しいとこなんですけどね、まあ仕方ないですね。はい、ということで見ていきましょう。あ、言い忘れましたけど今日からね5月ですね。早いですね。今年5月で、そうですね、大山鮮魚 TV も丸3年経ちますね。皆さんのおかげでねここまでやってこれましたんで、まあ、これからも頑張ってね行きますんで、応援の方よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、ということなんですが、あーやっぱ寂しいな、増えるのかなこれから。はい、活魚なんですがね、今ねちょっと今日は早く、あ、おはようございます。あ、いや今水入れよるみたい。ああということでね、こちら活魚の方も今ちょっと水を汲んでる状態ですね。はい、またね後見に行きましょう。はい、競り場ですが、そうですね、ゴチ網が少し浅間だけ出てるのかな、どうなんでしょうかね。それかまあ先週から止めてたやつかなんでしょうけど、チヌと、そうですね、天台が少しありそうですけどね、どのぐらい出てくるかはちょっとわかりませんが、まあ、どちらにしろそんなに多い量じゃないですね。かもそんなにないかな、今日はいい値段するかもですね。はい、こちらにはサワラが少し並んでます。まあ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 の方ですけどね、かなりねもうお腹のマコがね大きくなってますんでね、よっぽどいいとこ寄らないと。はい、タコもねちょこちょこはあるみたいですが、そんなにやっぱ多くないですね。やっぱりいい値段するでしょうね、タコです。はい、まあ今のところこんな感じ、めちゃくちゃ少ないですね。はい、送りの2ですが、今日は入選があったのかな。まあ2はねまあまあありそうですね。はい、下関便です。あ、本当ありがとう。わ、この太刀すごいね。
うわーすごい、こらごっついね、これどこの？下関で上がった、はい、こちら明太300等が注文出したケースです。切れないですね。はい、明太入ってます。はい、赤イカですね。これもね、なかなか値段下がらないですよね。高いです。はい、今日もね、輪切りにしていきましょう。はい、こちらはね、カラコ、かわいいな、から揚げでしょうかね。はい、キツネガレーですね。もうね、ものによってはマコがもうパンパンで流れていくかな。まあでもよう入ってますよね、まだね、マコがね、マコガレー。はい、こちらバトー。はーい、こちらはミノカサゴ唐揚げ煮付けですかね。すごいね、この背びれ怖っ。これ刺さると大変です。はい、メダカガレーもありますね。今地物がね、休業中でないんでね。この霜から来るメダカも結構いい値がしてますよね。はい、こちらはカイワリメッキですね。かわいいねこれもね、煮付けとか唐揚げですよね。ちっこ、もう少し大きいといいかな。はい、こちらは本ガツオ。今ね、この大きいサイズが欲しいんだけど、めっちゃね、高いですよね。少ないっていうかね、あんまり取れてないっていうか、あんま取れてないから少ないんですけど、はい、ちょっと今日はね、小ぶりのやつになってしまいましたね。はい、はい、長崎の定置の天ぷらですかね。まあこれ安いんでね、総菜で焼き物かなんかに使っていきたいと思います。いろいろね、料理にしますんでね、安いからね、何でもできますね。はい、はい、今日はね、内親指も入ってます。おお、元気で。はい、入荷してます。はい、今日はね、地物少ないんじゃないかと思って下の方にヒラメのね、生き締めを頼んでました。これ5キロアップ。あー、いいですね。なかなかね、今もう超えてるやつが少なくなったんでね、いいやつを寄ってもらいましたんで、とりあえずはこれで保険ができました。 OK。はい、こちらは糸寄り台ですかね。本漬けか。はい、これは煮魚がいいですよね。煮付けが美味しいですよね。美味しいけどね、こうあんまり売れるイメージがないな。三島なくならんの？海賊があったら出てくるんですね。あっちはないですけど。かわいいね。うん、はい、みんな大好きカゴガキ台。
美味しいですよね、これね。私は唐揚げが一番好きです。すごいね、締めのヒラメ締まりですけどね。はい、そうそうか、少しずつですけどね、増えてきましたね。まあそんなに多くはないんですけど。はい、今日もねまたすごいの釣ってきてますね。こらでかい。はい、約20キロぐらいありますかね、ヒラマサ。すごいね。はい、隣もね10キロ近くあるんですけど、やっぱね小さく見えますね、ポイントが1本あると。ヒラマサが4本。はい、こちらブリですね。ブリもいいですね、でかいですよこれ。こいつはねちょっとお腹が大きいですけど、横のやつはもう産卵した後かな。はい、こっちのはいいですね、鳴りが。まあこれもねマコが大きいでしょうけど、でも鳴りもいいです、丸々してます。ヤズもこれいいですね。まあこの時期でもねこんな鳴りが良かったら油はあるでしょう。いいね。はい、ハモもありますが、これはちょっとでかいですね、大きさが。まあこれもね休業開けたら網が変わりますんでね、もっとたくさん出てくると思います。今日は少ないです。はい、こちらは天台生き締めが少し出てきましたね。おお、マナガツオも中ぐらいのマナガツオ、いいですね、このぐらい。はい、マゴチですね。今日マゴチも少ないかな。イカシの方でどうでしょうかね、後で見てみたいと思いますが。はい、こちらモンゴウイカですね。綺麗なもんが出てますね、オスです。こちら白ミルですが、あーとうとうねもう終わりでしょうかね。もう最後の残りっていう感じがしますね。これ1個だけ今日は。やばいっす。はい、続きがわずかに天台とチームはね、まあまああるみたいですけど、その子がね。はい、コショウダイ、コショウダイもねだいぶ丸みができましたけどね。まあもう少しかな。中にはいいやつもね混じってくるようになりましたけどね。はい、こちらにも生き締めの天台が。はい、あ、これ綺麗な形だね。ほら、いい、いいこっちです。はい、こっちの中に大きなおこでが、あ、これいいね。ほら、立派なおこで。まあ混じり程度ですからね、数はないんですけど。あ、すごいね、いい感じ。こちらはこれ石ガニですね。怖いなこれ。これはねまあ小さいからねあんまり身は食べれないんですけど、味噌汁なんかするとめちゃくちゃうまいんですけどね。怖いなこれ、石ガニちゃん。
メバルがね少しだけありますね。まあまあのサイズいいですね。まあ魚自体が少ないからね、これもいい値段するんじゃないでしょうかね。活魚もね少し出てきましたが、まあ大体なんとなく今日の感じからしたら出てきそうなもんが分かりますね。いいですね。2キロ弱ぐらい。あ、これ結構大きいですよ。これ3キロアルミシぐらいかな。はい、イシダイがいますね。あ、これ1キロ2、3ぐらいですか。まあ、そう悪くはないんですけどね、ちょっと小さいかな。もうちょっと大きいといいですね。はい、出てきましたね。ぼちぼち、ヒラメちゃんも2キロ5ぐらいかな。ヒラメ少ないですね、やっぱ。まあほぼタイっていう感じですけどね。おはようございます。もうサラが終わったやろ。うん、だからもうタイってなりますね。出たか、おとといか。いいですね。まあどれかね良さそうなやつ狙ってみたいと思いますが、本当にタイしかないですね。はい、競り始まります。はい、今日はねタイもヒラメも、ヒラメは下関、タイはね萩見も1枚頼んでますんで、こちら地元ではねゆっくりいいやつを狙ってみたいと思います。買えるかな。あ、あった。はい、これ、はい、スズ、はい、スラスズ、スラスラ2戦、はい、スラ2戦、スラスラ1号、はい、1号、はい、キノカ1号、はい、始まった、はい、スズ、はい、始まった、はい、スズ、はい、スズ、はい、ヒランちゃん、はい、6号、はい、6戦、はい、5号、3号戦、1枚、うん、おいやいやいや、はい、1缶4号、1枚、4戦、はい、1缶4戦、はい、3号、はい、スラスラも33、はい、ニューヨーク3点、はい、スラスラ27、はい、310番27、はい、よっしゃ、はい、310番いっかいっか、はい、600スラスラ2号、はい、スラ23、はい、320番2号、ねぎれーと上、はい、やれちゃや。はい、これ はい、アップ5号、はい、1番、はい、アップ5、はい、1番、7号、はい、9戦、おはよう、はい、萩民です。萩もね、しけなんでそんなに多くはないですね。はい、今日はね、シマフが入ってますね。これをね、今日は糸切りにして作っていきたいと思います。これもね、ビタですからね、美味しいです、ゴリゴリしてね。はい、今日もね、背付きの小アジが入ってますが、これはね、止めなんですよね。はい、まあとりあえずね、入ってますんで、今日も握り作っていきたいと思います。はい、萩のトビウオがありますね。うわー、綺麗だね、キンキン。綺麗な、ピロリン、すごいすごい。
はい、3000。はい、310万。はい、310万。はい、1個1個。はい、周りが600。はい、1本。はい、1つ1本。はい、7000。ありがとうよしき。ありがとう。さあせんね。まあ最初からブリネロちょっとやけど。ああ、はい、競りはねもう少しで終わりそうですね。はい、私はね先に戻って頑張りたいと思います。はい、ということで、ね、月曜日の水揚げですけど少なかったですね。やっぱね、まあかなり風が吹いてましたんでね、これは仕方ないかな。まあ今日もね出れればね、明後日からがね連休になりますんでね、明日会ってくれるといいんですけどね、どうでしょうかね。ちょっと天気も微妙です。風がありそうですね。はい、ということですが、まあ今週も始まりました。またね1週間というか間に休みがありますけどね、はい、頑張ってきますんで応援の方よろしくお願いいたします。はい、とりあえずは月曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやだ。はい、それじゃあね戻って頑張りたいと思います。はい、月曜日の水揚げですけど、まあやっぱりね少なかったですね。まあ仕方ないですね、風強かったんでね。ただね、まあ明日明後日からねまた連休、祭日が連休になりますんでね、
水揚げがあってくれるといいんですが、ただもう朝風がね少し感じられるかなっていう風な感じですね出れるかな、出れるといいんですけどね、天候自体はねいいんですけどね。はい、ということですが、はい、まあとりあえずはね今日は今日の分はねしっかり買えましたんでね、これでバッチリ作っていけると思います。はい、もうゴールデンウィーク真っ只中ですけどね、はい、今週もね頑張りますんで、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。はい、とりあえずは月曜日、今日一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。よし、頑張ろう。はい、お店到着です。さあ5月、今日もねいい天気なんでしっかりね作っていきたいと思います。はい、店内がね届きました。どんなやつでしょうか、ね、よいしょ、はい、おはようございます。はい、どうもよろしくお願いします。すごいやろこの立ち、うん、私も同じ身長だった。身長、大谷さんと同じ身長です。152ぐらい、150cm、 すげえ。はい、おはようございます。はい、よう超えちゃう。あ、超えちゃうね、いいね。はい、ありがとう。はい、はい、これで今日の3枚目の展開ですね。 OK。 紹介しようと思ったんですけど、ちょっとお時間の方がちょっとないので、今日は、ではまた明日お目にかかりましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。どうぞ。